こんにちは、イギリスロンドンから YKK です。今日はイギリスのロックダウンが1ヶ月延長されたので、それについて分かりやすく話したいと思います。こちら最近のロンドンの街の様子なんですけど、これを見た時に今本当にロックダウンしてるのって思うぐらい街に人が溢れています。こう見えてイギリスまだロックダウン中なんですね。今イギリスがどういう状況なのかについて今日は分かりやすくまとめてみたので、ぜひ最後まで見てみてください。まずもともと6月21日来週の月曜日にロックダウンの最終解除が予定されていました。しかしそれが7月19日まで4週間の延長がされると発表されました。なぜ4週間延長するかというと、ワクチン接種をより多くの人に届けるための猶予期間だ、そのための4週間という発表です。ワクチン接種が順調にいけば4週間も必要ないかもしれないとボリス・ジョンソン首相は言っていて、もし数値が急激に改善すれば7月の5日に解除もあり得ると言っていました。6月21日に解除される予定だった規制は7月19日まで延長されるんですが、一つだけ例外があります。ウェディングだけ例外的に来週の月曜日から30人以上の開催も OK というふうになりました。またユーロ2020などの大きなサッカーイベントが行われていますが、それらは継続されます。しかしこの4週間のロックダウン延長の間、事業支援はストップされるということです。来週の月曜日以降再開予定だったナイトクラブなどはさらに4週間も営業停止をしなきゃいけないということで落胆を示しています。営業再開に向けてすでに前売り券は完売していました。営業再開のために飲食の在庫、またスタッフの確保なども進めていたので、それを一気に止めて4週間また待たなきゃいけないということになっています。以上が今回のロックダウン延長に関するニュースをまとめてみました。でまたこの写真に戻るんですけど、イギリスがまだロックダウン中とはいえどうしてこういう密集した状況が発生しているかについてお話ししたいと思います。まずこちらがイギリスの今までの新規感染者数の推移です。一番高い山になっているのが2021年の年始です。この頃は1日の新規感染者数がなんと6万人以上いました。でこの年始のタイミングでイギリスはロックダウンに入ります。で6月21日にロックダウン解除を目指してワクチン接種を進めてきました。で今6月21日の X デーを目の前にして、直近新規感染者数が少し増えてきているんですね。6月に入った頃からグラフが右肩上がりになっているのがわかると思います。こんな感じで過去6ヶ月間ずっとロックダウンではあったんですけど、その間に5つのステップでロックダウンの緩和がされてきました。それがこちらです。グラフが急激に落ちてきたあたり、3月からいろんな解除がしていきました。3月にはまず学校の再開、それから屋外スポーツ、テニスとかゴルフとかが再開しました。そして4月に入って小売店や美容室が再開します。ここら辺から人出が増えてきた気がします。5月になって店内飲食が可能になったことで、ここからロックダウンっていう雰囲気は薄れてきました。そしていよいよ最終段階である6月21日をもってナイトクラブや大型イベントの制限も解除する予定だったんですけど、まあ、丸5番は7月19日に延期というふうに今なっています。なのでさっき見せたこの様子、本当に今イギリス暖かくなっていて、夕方ぐらいになるとこういったパブでたくさんの人がお酒を飲んでいる光景が目にするんですが、本当にロックダウンしてるのっていうふうに思いますが、まあ、こういう景色が広がりだしたのは5月とかで一気に飲食店とかが再開してきたタイミングからこういう景色が広がるようになりました。なので今回正直ロックダウン延長のニュースを受けても、まあ、こんな感じで友達と会ったりとか飲食店に行くことができるので気持ち的にはだいぶ楽です。過去のずっと家にいなきゃいけなかった頃のロックダウンに比べるとだいぶ楽です。死者数に関しては今増えている傾向はないんですが、ただ新規感染者数は増えているので、そこから重症者また死亡につながっていく可能性はあります。
で、ワクチン接種ですが、イギリスは順調にいっている国の一つです。今、全体の人口に対して 60% 以上が1回目のワクチンを接種し終わっていて、2回目のワクチンを接種完了している人は 45% です。これは人口全体に対するパーセンテージなんですが、これを成人だけに絞ると成人の3分の2以上はワクチン接種済みという順調なスピードではあります。じゃあこれだけワクチンが順調なのにもかかわらず、そろそろ集団免疫ができるタイミングなのにもかかわらず、それでも新規感染者数増えるのか、なんでロックダウン解除しないのかっていうところなんですが、イギリス政府がロックダウンを解除する解除しないを判断するためには、この4つの指標が全部オール丸になっていないと解除しないというふうになっています。その4つの指標のうち上2つ、ワクチンの接種スピードが順調か、ワクチンの効果が見られるかに関してはクリアしてるんですが、下2つ、病床を逼迫していないかと、新しい変異株のリスクはないかに関しては今回丸に達しなかったので、ロックダウンの解除に至りませんでした。丸1、丸2に関しては今発表されているデータでは、2回目完了後の数値でファイザーの場合 96%、 アストラゼネカの場合 92% が入院を防げるそうです。で、今猛威を振るっているのがインドで最初に発表されたデルタ株ですが、それにも有効だというデータが発表されています。で、3の病床を逼迫していないかに関しては、直近1週間の入院数が 61% アップしているそうです。このままいくと病床を逼迫する可能性があるということで丸になりませんでした。そして4番、変異株のリスクはないかに関しては、これはもうデルタ株ですね。デルタという種類のコロナは他の変異種と比べて30-80% 感染力が高いで、かつイギリスの新規感染者数の 90% を占めているそうです。なので最近の感染者増えてますが、ほとんどがインド株ということです。過去と違う点は、入院している患者の 60% が30-50歳と比較的若いそうです。ワクチン接種は高齢者に関してはほぼ終わってるんですが、今ようやく18歳以上もワクチンの予約が可能になったので、若い層もどんどんワクチンを2回接種完了していくことでデルタ株にも打ち勝てるというのが政府の考え方です。なので7月19日までロックダウンが延長されるんですが、この4週間の間にいかに若い層にもどんどんワクチンを広められていくかが課題になっていくと思います。ということでまとめです。イギリスのロックダウン解除が1ヶ月延長、ただほとんどの業態は再開しているので気は楽です。7月19日で全解除されるかは、ボリスさんは自信ありげな発言、かつ順調にいけば最短で7月5日には解除できるというふうに希望を持たせるようなことをおっしゃってましたが、過去1年間の発言を振り返ってみると、何回もちゃぶ台返しを経験しているので、今回も7月19日にあまり希望は持てていません。もちろん早くロックダウンが解除されることに越したことはないんですが、私的にはって感じです。はい、以上がイギリスの今までの経緯と現状でした。これで少しは今イギリスがどういう状況なのか分かっていただけたと思います。ということで、私のチャンネルではこういった海外ニュース、主にイギリスやアメリカですが、わかりやすく解説して動画にしているので、もしまだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録してください。そしてグッドボタンは本当に見たよっていう気持ちを込めて押してもらえると続ける励みになるので、ぜひよろしくお願いします。グッドボタン、ここに多分ここら辺にあると思うので、ぜひね、ポチッと押してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ロンドンから YKK でした。